ペンが久しぶり。かわいいな。なんかめっちゃグーグーいってる。すごい体勢が。こんばんは。石田さん、ありがとうございます。セシさん、ありがとうございます。あー、来た。はい、ツーショット、ツーショット。あ、倒れる。やめて、ゴタロ。バカンです。あ、頭突きしてきた。ね、頭突きっていいんでしょ、なんか。なんか頭突きするっていいらしいんですよ、なんかとかに。ねえ、コタロー。おれ。寝ときなさい。おれ。ちょっとね、コードがあるからね、今日コードがあるから、ちょっと椅子の上のしたら、あのコードに引っかかってバンバンバーンってなる。やばい、コトロは今甘えん坊ちゃんだ。ねえ、コトロ甘えん坊よ、めっちゃ今。ママ、今私、やばい、お母さん見て、お母さん、ママショールーム見て。あ、これ今声入っとるけん、ちゃんと声出さんでね。私のショールーム、あ、もう、え、でも噛んできた。あー、やばかった今。そんなに甘えられることないからさ、最近。今絶対ママの声聞こえたよね。何ってママ言いましたよね、今。なんか、まあいいや、ママの声ぐらい。もう一回してこないかな。ちょっと待ちなんだけど。ちょっと待って、これ後で見返そう。いつ来るか分かんないか。ね、可愛いか、マジ可愛かったよね今の、本当にやばい。やばかったよね今。なんかやっぱ頭突きするときっていいらしいんですよ。コタロ、おいで、もう一回してよ。で、ママに見せつけよう。コタくん、ね、マジやばかった、本当にやばい。私のこと絶対好き。違
そりゃそうだよね、毎日一緒にいてあげてるんだもん。めっちゃぐったり。コタローはっていうか、なんかさ、あの猫ってツンデレらしいですよ、さっきの。だからそうそう。でもさ、猫って私わかんのかね、なんかさ、あ首、大きな首。なんか猫ってさ、私のことさ、なんか目とかいいのかなと思って。なんか服とか毎日違うわけだし、服とかさ毎日違うわけだしさ、だからね、なんかお母さんと私って見分けつくのかなと思って。どうなのかだろう、その辺。なんか来そうでこないやん、なんかめっちゃちょっと目合うけど。来た。いた。わかるのかな、髪の毛とかさ、私が切ったらさ、私がこんぐらいに切ったらさ、わかるのかな。お母さんはね、こんぐらいボブなんで、もう無理か。やっぱなんか目合わせたら来てくれるかもね。コタロウ、なんかガン飛ばされてる気がする。コタロウ、まあ、自然に来るのを待とうか。泣かない？ね、小太郎ね、あれなんですよ、あの、まあ、猫ってさ寂しがり屋なのか分かんないけど、なんか小太郎あんなに私に甘えてきたのに寝てやがる寝てやがる、この人。そう、なんか私とかお母さんがついさっきまでいたのに急にいなくなると、めっちゃ高くて可愛い声にゃーって言うんですよ。なんかやっぱ高い声は甘えてる証拠らしくて。そうそう、コタローはいつもの鳴き声結構枯れてるんですよ、コタローの声って。めっちゃなんかあーみたいな感じなの。でもちゃんと、え、どこ行ったのみたいな時はにゃーって鳴きます。かわいい。でも本当に、え、ダメだけど泣かせる方法は、あの、ことをギュッて抱きしめたらにゃーって泣きます。嫌だって言ってにゃーって泣く。お風呂は、私お風呂入れたことないんだよね。で、寝具って2、3ヶ月に1回でいいらしいから、甘えてこないかな、コタロー。このシーツ、うん、ひんやりしてる。これ冷たいシーツなんだよ、めっちゃ。これね、サラサラ？あ、コタロー、こっち見てる。富士の小太郎。あ、気づくよいだ。
太郎を抱っこしたい。でも寝てるからな寝てるからな、やめる。起きてるっちゃ起きてる。私の腕の中で寝てほしい。小太郎はまだ私より年下なんですけど、私もそろこされます。なぜかというと猫は今日さ、前座だったんですけど、なんか私ね、こっちはまつげはね、あるのね、ほら、結構あるでしょ。なんかもうまつげ、お母さんにビューラー禁止って言われたんですけど、さすがにビューラーしないと生きていけないと思って、そう、さすがにビューラーしないと生きていけないよと思ってビューラーはしたんですけど、結構カチカチカチってしたんですよ。ギュッ、いつもはユッキュッキュッってしたけど、今日はカチカチカチってしたんですね、軽くね、カチカチカチって。だからあんま上がんなかったけど、こっちがね、難題はこっち、あの まつげがないんです。なんかわかんない、うん、でも眉毛もそばさんが見せたからいいんだけど、そうけど、なんかそうそうそう、で、まあ私はだからカチカチカチってだから上がんないの。でもギュッギュッギュッってしたまつげ頭から、抜けちゃうじゃん。だからホットビューラーが欲しいなと思って、そう、なんかマスカラした後って、なんか私が多分あのマスカラした後って黙ってるか、なんか私が結構ね量が多いのが、もしかしたら塗る量がで下がってきちゃう、どんどんその重さでね、ビューラーが、嫌じゃない、マスカラが、でちょっとなんか嫌じゃん。だから私の塗り方が問題なのかもしれない。なんか下がってくるの、だってカールキープだから下がらないはずなのに下がってくるから、マスカラした後はホットビューラーで上げようみたいな。でそしたらね、まあ、こっちも今日下がらなかったし、こっちもなんかもうないけど、本当はこことここにある、あとこことここにあって、私はここ2本、まあ、ここはまだあるんですけど、ここの2本のためにこうやってホットビューラー頑張って当てたの。そうで、そうホットビューラーでも買ってなくてっていう、でも買ったんだけど届かなくて、なんかまだっていうことをグッチに言ったら、でもビューラーあんましたくないんだよねっていう話したら、じゃあうちの貸してあげるよって言われて借りました。勝手にじゃないけどね。でも今日届いたんですよホットビューラー、だからね、なんかもう何がいいか分かんないじゃんぶっちゃけ。だから楽天1位買いました。楽天1位めっちゃ汗かいたんだよね、なんか腎臓あったから、外いたから、めっちゃ前髪がパタパタ。353日、なんかさあ、あのね、え、てかね、なんか今日映画行ったのね、私ミナと腎臓って遊んで映画行ったので、映画行った時になんか、まあ、予告がなんか出るじゃないですか、いろいろ、なんか次にこの映画出します、この映画出します、この映画出しますっていう、まあ、広告が流れてくるじゃないですか。でその時めっちゃ面白そうなの見つけて、あの、は、なんだっけ、待って、どうする、ホーテッ
ストマンションみたいな、なんだっけ、法鉄なんだっけ、法鉄とマンションみたいな、まあなんかあるじゃないですか、そういうディズニーの。それがめっちゃ面白そうで行きたいなと思った。あ、なんか私エレメント、マイエレメントみたいなやつ、なんか昨日から始まったやつで、なんか火と水の人のお話、ホーンテッドマンション、それ。え、私ディズニーの乗り物めっちゃ好きなの、ホーンテッドマンションのディズニーの乗り物ほんと大好き。え、そう、なんかそうそう、ディズニーあるじゃん、ディズニーになんかあのちょっとお化け屋敷チックなやつ、なんか暗いやつ、マジでその乗り物結構好きなんですよ私。でもあれもあるよね、なんかディズニーランドかシーが忘れたけど、でも関係ないからいいやこれ。そう、それがめっちゃ面白そうで、でしかも 4DX あるらしいんですよ。私めっちゃ 4DX の映画見たい人だから、そう、しかもだからそれが 4DX だったらしくて、そう、絶対見に行こうって思って、9月1日か。でも早くしないとね、4DX ってなくなっちゃうんですよ。多分、わかんないけど。なくなっちゃう気がするから、早めに行きます。9月中には行きたいなと思う。しんちゃんも行きたい。クレヨンしんちゃん。なんかあれも 3D な感じらしくて、めっちゃ面白そう。あと今日見たのは、マイエレメントってやつ。マイエレメント。ってやつかな。めっちゃね感動系だった。なんかみんなが、え、でも多分そんなホラー系じゃないと思う。こうそうなのかな。でもめっちゃ楽しそうだから行ってみたい。行ってみたい。なんか映画行きたいねって言って。そうそう。なんか映画行きたいねってなって。本当はリトルマーメイド見たかったんだけど、もう結構。4月ぐらいには多分上映されてたのかな、だから、だからねちょっともう枠が1つしかなくてさ、もうどこもお昼までとかお昼期間だけとかなくて、あーじゃあどこ行くってなって、みんなここ見たいって言うから OK 見ようって言って、まあ、1000円だしね、まだ中学生だから1000円だから何でもいいやと思って見たら、めっちゃ感動系なんだけど、だから私の目だとか多分泣いてたのね、みんなも多分、私もちょっと泣いちゃったの、めっちゃ感動っていうか、めっちゃいいシーンだったからめっちゃもう泣いちゃって、でもあんま泣くの恥ずかしいじゃん、だからまあちょっとみんなとかに笑われたら恥ずかしいしと思って、なんか結構こらえてたんですよ私、これなんかこんなこうやって見てたの、こうやってまあなんかまあ見てて3つ泣いちゃってたまたないんだけど、結構私のあの周りの席の子たちがね、子供たちが多くて、子供たちはさ、そのわかんないじゃないですか、また普通になんかいい子供でさ、あいいシーンで泣くとかあんまないじゃないですか、結構ないと思うんですよ。でだから周りもう結構埋まってたんですよ、やっぱり人気だったみたいで埋まってて、そう埋まってて、なんか周り子供たちとそのお母さんお父さんとかで、なんかうちらは結構泣いてるのに、なんか周りの子供たちめっちゃ元気でみたいなテンションさ。いやでちょっと最近涙もろくなっちゃうんだよね、なんかどうでもいいしんじゃないっちゃ涙もろくなっちゃう。めっちゃ楽しかった。なんかホーンテッドマンションの映画に行きたい、なんかマジでめっちゃ楽しそうなんだよね、フォーディックスの味で行きたい。コタロ目開いてるわ。コタロ、じゃ今からコタロムービーね。コタロムービー。
コタロー めっちゃいいんだよ。コタロームービーかわいいね、コタくんは。ほら、めっちゃぐるぐる。この音聞こえますか？あー、なんかちょっとビジュアル悪いよ。あ、でもこの目線可愛いかも。もうちょっとね、黒目が大きいのはね、黒目が大きいとね、可愛いです、コタロは。あ、可愛い、こっちは可愛い。あ、可愛い、コタロ可愛い、可愛い。やばい、私の顔が見たくて。そういう、あかん、おう、やばい。じゃあ切り替えますね。ちょっと待って、やばい、コタロ甘い気かも今日。これ今、部屋がついすぎてる。こうしたいか。まあね、わざわざコタロがね、ここで眠り始めたの、本当に。でもむやみに顔は近づけないって決めたんですよ、私。なぜかっていうと、お前やられたからです。私はコタロにやられました。はあ、太郎にね、ここをやられたり、ここをやられたり、ここをやられたりしました。なので、もうむやみに、あの、顔を近づけるのやめようと思って。めっちゃぐるぐるちゃんなんだけど、太郎は。こっちか、太郎。じゃあ自撮りしよう、太郎。これ自撮り棒だから、私のやつ。自撮り棒三脚だからさ。コタロチ、はい、チーズ。ちょっとギャルっぽい感じでするには、これを折り曲げてこうしたらギャルですね。コタギャル。これ何か、あれ、あの、スクショしてさ、Twitter のっけて。かわいい。かわいいでしょ。ね、コタロってさ、何の猫種だと思いますか？猫種ってなんか、なんか雑種は雑種なんですか？なんか何の血が入ってるとかわかんないかな。なんかさ、自分がさ、こうやってさ、なでなでしてさ、ちょっと眠そうにしてるとさ、嬉しくない？かわいいねってなる。ことのピース、このピース。あー、コタロの匂いって癖になる。なんかちょっと臭いんですよ、まあ、猫だから。お風呂毎日入ってるわけじゃないし、餌がね臭いっていうか、なんか
まあ、独特な匂いで、あくびとかしたらだから結構コタロって臭いんですよね。ごめんけどコタロ、あくびはなんか、なんか私の目の前とかで、まあ、結構くせーってなるけど、まあ、それもなんか癖になる、くせー、くせになるくせーって感じ。おごせ、おめが天井が肉系の匂い、肉球の匂いは、無臭です。うわ、足が。また燃えてこないかな、あくび。こったら燃えてこないかな、燃えてこないかな。やばい、そうだけど来ない。それがコタロウくんです。あっち行きます。こっち行きました。なんで後ろ向けるちゃうの？コタロウ、前向いて。前向いて。ちょっと甘えて、コタロウ、コタロウ、なんかソップ向いてます、この人。え、なんか狙ってる、なんか絶対なんか上に段があるんです。絶対なんか狙ってますね。なんでそんなにソップ、コタロウ、こっちを向いて抱っこしたい。なんならしてよね。なんか眠そうじゃん。眠そうだけど。おいで。ダランってしてめっちゃ。ダラン。今めっちゃ変な落ち方してる。ごめんね、コタロウ。コタロウ、でかでか、コタロウ。でか。赤ちゃん抱っこ。マジかわいい。コタロウね、今2キロぐらいです、体重は。あ、足キックされた。はい、おやすみコタロウ。甘えてこないで。そういう甘え方は嫌だ。今岩崎みたいに私にチュンってするんだよ、コタロウ。そしたら私が喜ぶ。ほら、足で蹴り出した。え、ほんとに今せっかわいかったよね。あ、机に登った。ほんとにかわいかったな。
もう巻いてくることはないか、コタロウが。本当に怖かった。頭突きを私にしてきました、初めて。今何分だろう。あ、もう終わりますね。50分だった今。13位ココさんありがとうございます。12位ちゃんとくさんありがとうございます。11位シンさんありがとうございます。10位ヨハンさんありがとうございます。9位フェンリルさんありがとうございます。8位タドの魚さんありがとうございます。7位マー君さんありがとうございます。6位ピッシュさんありがとうございます。5位サイニャンさんありがとうございます。4位ミルンクラゲさんありがとうございます。3位バイケンさんありがとうございます。2位森翔さんありがとうございます。1位リカさんありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさい。なんか曇ってるな、めっちゃ。バイバイ、ありがとうございました。